戸田忠太夫は、日本の幕末における、三戸藩画廊で、尊能派の志士として知られる。三戸戸だけ第七代当主。過労職拝命の際、主君、徳川成明より、中太夫の名を与えられる。意味ながら戸田忠明、号から、戸田表儀県と呼ばれることも多い。戸田氏は、三河府代の名門の家系であり、中太夫は、戸田氏の支流で、三戸藩に仕えた、 戸田有信の部の光栄にして、水戸藩の精神であった、戸田三江門の、忠だの着男として生まれる。母は、安島七郎左門門の進化の女。歴代の治療は、代々1300国。家門は六葉。文化十年、家徳を継いで200国、小普請組となる。文政三年には、大番組頭。文政十一年には、目付となる。その頃、 三戸藩に、軽視争いが起こり、徳川将軍家より養子を擁立しようとする一派に、対抗し、中華思想を率いて、聡明と聞こえる三戸藩第七代藩主、徳川春都の三男である慶三郎を擁立する。これによって慶三郎が、後目となり、徳川成明となる。成明が、三戸藩主になると、中太夫は、藤田東子と共に、成明を支えることとなる。 戸田正太夫と藤田東子は世に、三戸の両伝と称され、尊能の志と学識を備えた、優れた指導者として知られるようになった。三戸の両伝に、武田幸運祭を加えて、三戸の三田とも称される。天保元年には、藩内葬儀のため、無眼出布して免職され、留守居同心統列となるものの、成明の移行により、同年三月に、江戸通事として復帰した。 天保6年4月には、格式規部行上座用人見習い。8月、格式用人列小川用人見習い。天保7年8月には、小川用人まで、承認。9月にはさらに若年寄り代となる。天保9年、馬回り、組頭上座となる。天保10年11月、水戸藩若年寄りとなり、寄り起動心をつけられることとなる。十二月には、合尊。 剣高方馬方支配剣務となる。天保11年2月には学校増営剣となって行動官を増営に参与する。8月には大寄り合上座用市となる。10月には学校増営剣総事と養殖を歴任する。水戸藩における天保の改革として、領内総検知、解剖準備、学校創設、自社改革において重きをなし、効果元年に、 成明が、幕議を受けて知死すると、同年5月、中田優は、藤田東子ともも免職され、出居禁止を命ぜられる。成明への建築が緩むにつれて、中田優、東子も復帰が叶い、後下3年に出居を命じられて、仲より愛となって、水戸表での遠慮が命じられた。後下4年に知死となると、しばらく政界から退いた。同年9月21日、老中。 安倍正宏が、水戸藩付家老、中山真守モルを召し出し、水戸藩保守派登目の有気虎数の罪状を、質問すると同時に、中大優、東古の遠慮の有名と入国させている領民を、釈放をすべきであると悟したが、この時は有名されなかった。慣英五年に入り、慎みが解けると、よもぎ県の号を用いるようになった。慣英六年に、成明が、 幕府により解剖産業を引き受けると、中大優、東湖両名も、幕府海岸防御御用係、江戸詰めとなり、節勢に準ずる身分となった。解剖係として、老中以下幕臣の岩瀬忠成らと、偉人来衆の危機につき、協議に参画するなど活躍し、同11月には、中大優の名を賜った。安政元年正月。 大より合図上座用他市となり、再び安政の改革を執行するなど、反省の数期に携わる。行動官の造営や、領内検知、黒船来航などによる解剖警備など、政務の代償問わず広く活躍する。しかし、安政2年10月2日に起きた安政江戸地震で、被災し、小石川の身と判定にて死亡する。当日、 藩邸内の家老や若年寄りが住む切手長屋に在宅中、地震発生時に避難しようと自宅を飛び出した際、倒壊した両木の下敷きになって圧死したとされている。なお、くしくも、水戸の両殿は同じ地震で被災し、同じく圧死によって落命している。その意志は、実定で後に、水戸藩家老となる、安島立脇、着難で、水戸藩家老となる、戸田銀次郎に引き継がれる。 1891年4月、造成4位。源義家の七男、源、義高を祖とする。戸田氏は、義高の孫、森より定の柔軟、戸田信義より発祥する。戸田康光子を茂正ゆりありのぶありしげ、ゆうじただながただ文化人でもあった忠志太夫は、優れた記号を残しており、章の名手としても知られた。 明治維新後に死者区となる幕末の薩摩藩士、海江田信義が、春祭と名乗っていた頃、尊老思想を通じて、地球となった、藤田東子の紹介で、水戸藩江戸屋敷にいた戸田忠太夫を紹介され、以来、春祭こと真偽はしばしば中太夫を訪ねていた。審議の残した口述を、西川翔が編述して1891年9月14日に、刊行した。 維新前後実歴史伝には、中太夫の小牢に招かれた時のこととして、春祭の語った次のような話が記載されている。原文沖縄一日春日としを、小牢に述べけり、わずかに一室六条に過ぎず。沖縄曰く、ぜ、牢形実落成せり、思考して前面に、うっそうたる者はと楽園の松林にして、一度この牢に登れば、あたかも山中にあるのをもきありて、 ゴミキ自ら生きむを、悟るふ。思考してよが、聖章強しより章を好む。しかるに先に藤田と共に、金庫9年にお呼びしをもって、また章を深さること久し。ここに、この牢を経営するに放りて、友情天動き相手一武器を試みんことを思い、これを藤田に継ぐ。藤田曰く、章は雅楽にして、テーマモルの音にひずこれを牢する。 元よりよし、しかれども、筆教願動のうは、遊戯のぐたるを免れず、今やペルリクル渡るの後、天下紛争の際、世人があるいは五人をもって、逸楽に吹けると評する泣きやと恐る、時期なおほはやし、こう、少しくなをよしてかなりと。ああ、藤田の言うところみのるにりあり、花肌残機に耐えざりし、外し、藤田のことにより、また賞を取らずといえども、心中骨然として、 この一年を発生しもの、これあまりが徳吉の未だ藤田に及ばざるゆえんなりと、会社ク古田王が、自ら営むわずか一室六畳の小牢に藤田、沖縄と私、春祭を招いてくれ、一昼夜を談義して過ごした。都田王は、私たちのいる牢は、近日に落成したばかりなのだと紹介し、前面に見える鬱蒼とした木々は、後楽園の松林で、 ひとたびこの牢に登れば、あたかも山中にいるかのような趣きがあって気分が良くなると言った。と伝王は続けて言った。私は若い頃から章を吹くのが好きだが、以前、藤田友もども9年も金庫を受けていたがゆえに章、どころではなく、久しく吹いていないと。そうして、牢を設けて営むにあたって、深淵なる思いを胸に一吹きしてみようと思うと言って、 藤田沖縄に告げる都電王だったが、藤田沖縄はこれを悟していった。章は世を出す。日なしい音楽ではなく雅楽のものだから、元来、吹くのは好ましい、とはいえ、結局のところ遊びは遊び、黒船来航以来天下紛上する今不死に章を吹いているのでは、世間の人々やあるいは近しい人の中にも、逸楽に吹けているものと悪く捉える人のあるやも、知れず、心配でならない。 時期が、まだ早いだろう。もう少し待ってはどうか、ぜひともそうしてもらいたい。これを聞いたと電王は、藤田沖縄に善りのあるを認めて、助言を受け入れつつ、花肌残機に耐えない様子でため息を漏らし、心中そのような気を動かしてしまうことが私の特技の、未だ藤田に及ばないゆえんだと言った。天保年間以来の身と反省での実績には、中太夫の力が大きく働いたとされる。 聡明演識あり、成明の保育として、天下の重きに任じたが、志半ばで倒れた。中太夫の死に際して、世を挙げて、これを悲観し、その不法は朝廷にも聞こえた。公明天皇はその死を知ると、深く心痛みして、吉臣を失ったと嘆いたと言われる。1890年10月、時の天皇、皇后は、この絵書兵の演習を進越するために、 水戸へ行光経した折、茨城県市藩学校を安在所としたが、道書にて、義行、列甲らかつての藩主やその家臣などの遺木、遺品を見学した後、御札書を貸しするとともに、尊王を唱えて国事に尽くした志士として、戸田忠志太夫、藤田雄国、藤田東子、藍沢聖司祭、安島立脇らを称え、それぞれの遺族に、祭資料、核二百円を貸しした。 ごさた書、原文、地区に尊能の大義を称え、力を国ごとに、人士高段ご追想をひため、在根般行行に祭祀おぼし飯をもって、祭資料として二百円貸し工事、書き下ろしつとに尊能の大義を唱え、力を国ごとに、人士、高段、ご追想を荒らせられ、根般行行に祭祀、おぼし飯をもって、祭資料として二百円貸し工事。交互役例は、 かかる獅子らが早くから、尊王の大義を唱え、国事に尽力したことを思い起こされ、この度の行行に際し、そのご意向をもって、再資料として二百円を下したまわります。京都大学附属図書館には、維新資料として、中太優が、藤田東子や、海拓安、弟、安島盾明らと共に鹿を読んで記したものが、東子、だし明、新立、 開拓安い僕として現存している。ありがとうございます。